あ、大平さんに役になるんですって。2020シリーズ1で新たに降格つきそうな選手誰だと思いますか。マッキ君マッキ君お願いします。もうプルヒはやめてください。据え置きで降格ついてるんで、まあ降格か流しかどっちかはつくと思っている。太田大志さんの A ランクはね、ちょっと僕一緒に帰れない。 DNA 版が来たら速攻で使いたいから。同値いけるとかになるかもしれんから、完全総力型になる。泣きます。 DNA に移籍した瞬間に完全総力型になったらもう泣きます。オースティン弾道アーティストになると思う。ならないかな。外オースティンをダブルアーティストにすることは多分ない。バランス考えても、筒香がいなくなったから外アーティストにはオースティンの方がアーティストだった。まあオースティン俺でもパワヒでいい気はするけどな、正直。なんかそのリアタイの打ちやすさっていうと、まあアーティストっていう感じやけど、いやその弾道実際の打球とか考えたら俺パワヒでいいと思うんだけどな。オースティン、オースティンと外どっちがアーティストですかって言ったら俺外だと思う。そこは